こんばんは。

なんかあ種類が違うのかこう顔に張り付いちゃうギフトとそうじゃないギフトがあるのか最近さその月の光が好きすぎてさっき <laughs> ほら目のとこに来たかわいい <laughs>。 <laughs> あの iPad でね「月の光」って調べてたまにさあのいろんなバージョン出てくると思うんだけどあのピアノをね「音つきこれくるよ」みたいなピアノタイルってゲームなんかまあはってたじゃんピアノタイルみたいな感じで出してくる。 動画があって、こうアイパッド前に置いてこう一緒に弾 <laughs> いてた <laughs>。なんか冷けたような気持ちになる。ちょっと激しい。なんかさ、来るの分かってるからさ、全然弾けないんだけど、なんかわかるじゃんこう、こう降りてくるからさ。 <laughs> あたかもあたかも自分があのー、弾けているかのように弾く <laughs> 全然できてないわけ。 でもなんかちょっとできた気持ちになって気分的には結構いいんですよねエア演奏そう,そうエアで <laughs> 待って叩いてんの机だもん本当にリズムに合わせてるだけこう音が降りてくるからそこのところをこうやってるだけっていう。 何もできてないんだけどうんなんか引けた気になっちゃうね。皆さん1週間が終わりましたが今週1週間いかがでしたか私は先週よりはゆっくり感じました <laughs>。ちょっと先週がな早すぎたな。 先週の1週間が早すぎて今週の月から金はなんかわりしっかり月曜日から金曜日って感じだった。でもそっか4連休の人もいるからそれを考えると結構早かったなーって思う人は多いかな。 いいな連休連休が連休まあでもあんまかなんかまあどちらかというと、まあ、普通に学校あったら全然学校行きたいみたいな感じだから行くからいいんだけどさ気分的にはなんかこう「休みです」ってなるとかちょっとイエイって思うからな早かった早かったでも1週間吉松さんのやつから1週間経ってるって考えるとめっちゃ早い 休みないよでも大学ってそういうもんじゃないの大学に休日とかゴールデンウィークとかなくない <laughs> そんなゴールデンウィークとか言ってられるのは本当に高校生まで。って思うけどね。でももう あの来週行ったら夏休みって言われるとそれはめっちゃ早いなって思うあれみたいな。来週じゃなくて再来週8月の頭からかなあれいつからあの週なんだ来週1週間が終わったらもう夏休みになっちゃうからでもまだある方だと思うよ多分夏休みがね。もっとなんかこう 小学校とか中学校高校とかはもっと休み少ないですとか今年も2週間とかしかないですとかさだから一応休みで結局行かなきゃいけないんですみたいなさもうと思うからさ今年は。って考えたらまあちゃんと1ヶ月休める方1ヶ月ちゃんとあるから。 うえー、お盆しかないとこあるんだかわいそすぎなんか私の夏みたいなとこあるよねでもなんか春休みが長すぎてもはや夏休み終わった感もあるよね春休みが長かった分小学校短いでしょだって小学校なんてさみんなだって帰ってくるのすごい早くないもうなんか あれもう,もう終わったの授業みたいな感じで小学生帰ってくるからさ全然中学生とかもねとか高校生とかもさ授業の時間遅れた遅らせたりしてるだろうなっていうぐらいに結構合うから高校生とか学生とかとも普通に去年とか全然会ってなかったのにじゃあそれは私の時間割れが変わったっていうのもあるかもしれないけどにしてもなんか 去年会わなかった学生に今年はすごい合ってるからみんな授業の始業が遅くなってんのかなって思うとさあみんな頑張って勉強するんだよって <laughs> <laughs> 大学で勉強しろって言ったら「了解しました」って感じだけどさ小中、まあ、特にね小中。<laughs> もうなんかもう強制してやることも決まってるしもうこれ絶対やりなさいみたいなのもう決まってるかも自分がもうどれだけねなんかの教科嫌いだろうともう絶対に言わなきゃいけないからきついよねなーみも勉強じゃなーみはでもまあ結構ね好きやって好きにやってるから。 小中とかと比べたらだってこうね理数科目すごい嫌いだったからそういうのを全然取らなくていいのはありがたい話ですよで自分が取りたいやつばっか取れるし座学も受けてるよ全然座学ガンガンやっとるよ今年も。 ちゃんとね、割とまともに座学取ってる方だと思う。まあでもね今年はあんま思うように取れなかったんでね履修制限かかりまくってたからやっぱこうでも学校によってはさもうオンラインでやるからもう人数制限なんて関係なしに皆さん来てくださいみたいなとこもあると思うしさ。 最初は割とそうじゃなかったから制限かかりまくりだったからねこう必修の人だけ取れますとかが多すぎてねじゃあ来年取るかーみたいなのが多かったから解剖学あ解剖学ねでも地効期あると思うよなんか あんま詳しく話すべきじゃないと思うんだけゃ <laughs> これは言ったところでって感じか言うけどあのこうグループレッスンがあるんだけどグループレッスンが今2つなんかこう2種類とんなきゃいけなくてなんか複雑な話のし,しったしてるな前期がこう歌の授業で後期が座学になっちゃうのかと思って。マジか だからもう今だけなのこう楽しく歌っていられるの <laughs> 楽しく歌ってしかもよれんよってさこう逆の人たちもいるわけこう歌じゃなくて座学先にやってて後期歌ですって人たちもいるからうわそっちになりたかったって言ってる人がめっちゃいる。 だってさ、もうこう、オンラインでできちゃうじゃんこう、座学って実質だからオンラインでできオンラインで受けて今オンライン授業なのもうそれがもうそもそもでだから実技も今もうまあオンラインじゃオンラインだけどオンラインじゃないじゃオンラインじゃねな,なんかこう公開個人レッスンみたいな感じで授業やってるからこれがねグループでちゃんとできてたらなーって って思うからそう考えるとうわ後期実技の人たちいいなーって思うオンライン楽じゃないよやっぱこうね頭に入ってこないから座学がいいなとは思うよでもまあ実技に関してはまた別の理由かなこうやっぱ一人一人ずつしかできないからね確かにね後期もねどうなるか分かんないんだけど がね、ちょっと遅いからねだから一番さこうスカッとしないのがさ夏休み挟んでもまだ前期終わってないっていう <laughs> その後にさテスト週間来ちゃうからさあ、はあと思ってなんかこんなもうこんなそわそわする夏休みやるのかと思って。 スイッチ入んないままさ気づいたらこう夏休み終わっててさ「えやばいテストじゃんテストじゃん」ゃんって言って焦るって予言しとくねこれ多分私うん2か一か月半後ぐらいの私はすごい今慌ててると思います1か月半後に私もうヒいヒい言ってると思う 予言しとく絶対当たるもう絶対もう当てるもうむしろ当てる当てる <laughs> やろうって言ってもねやっぱ私ね直前になんないスイッチ入んないんだよねコツコツねこうできたら一番いいと思うんだけど変わんないんだよね結局こうコツコツやってても頭入ってないから。 もうこう20年間さ生きてきてさあまあ勉強し始めたのは56ぐらいだからまあ15年ぐらい生きてきてもう分かるわけよ自分がこうどういう効率で勉強をしたら一番もうなんか集中してるのかなって思ったらあのもう家でやらない,い家でやらないもう家に誘惑しかないかも家でやらないえコツコツじゃなくてもう集中的にもう缶詰になってやる。 とにかく書く <laughs> うんが一番効率がいいことに気づいちまう変わんないそれがもうどっちにしろもう私がマックスで頑張ってそれだからあのうんう9月からやる <laughs> 座学はね家で勉強しないどこで勉強するの カフェが一番集中できるちょっとねやっぱ騒がしい方が集中できあの無音のね図書室とかだと逆に落ち着かないタイプまあいろいろいると思うんだけど外でやるとちょっと雑音が気になってなみたいな人もいると思うし私はむしろちょっとざわついてるけど。 ガン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 みたいなウサウスじゃなければちょっとこう人のね話し声とかがこう遠くにザワザワざわってしてるぐらいの方が集中できるでもじゃあ家でやればいいじゃんって思ってもっけ家だとできないんだよね本当に家はもうだってもうなもう遊園地みたいなもんだからさ うんまあでも高校の時とかね教室でやったりしてたけどね高校の時は教室が一番集中できたかな教室でやって飽きたらパン屋に行くって生活してたデブ <laughs> デブ いいろいろいるんだな,なんか家でできるとすごいなって思う図書館はちょっと静かすぎて苦手おな鳴ったらどうしようとかなんか余計なこと考えちゃうお腹すぐ鳴るから私お腹空いてたもなるしお腹いっぱいでもこう消化する時鳴るからもうなんか常になってるの私のお腹 <laughs> だからできないのよこう静かのところだと。 3 6期の学園もちょっとあれだなこうだだ誰かと勉強もできない1人っていうのも大事ここはまた別だけどね高校は別にね教室みんな全然残り組の子たちは席全然違ったから何か点々バラバラもうなんかソーシャルディスタンスして座ってたからでわかんない時だけ呼ぶみたいな感じだったから。 大学の確か私の大学の確かめっちゃ静かなんだよねだ勉強環境こだわりあるって言ってもさそんななんかすごい勉強できないんだけどねそうなんかカフェとか行ったりするとさ結構周りもさ やっぱうち周りに影響受けやすいタイプだから周りも結構こう勉強してる人とかいたりとかこうお仕事でねこうカタカタカタってパソコンされてる方とかいたりするからそういう人を見るとあやろうって思えたりするのかもしれない。 夜ね、夜中ねラジオ聞きなながらとかねね、夜中、ね、なんか夜中ってさ意外とスイッチ入るんで謎にさスイッチ入っちゃうんだけどさ結局翌日学校だとね意味ないんだよね。本屋行くとやる気でどういうことこう参考書とか見てやる気が出るってことかな 型夜型夜じゃない <laughs> 夜には寝てるし朝にも寝てるそうきて昼間昼間昼昼型朝夜朝寝て <laughs> 結構さこうメンバーとかも「夜型です」とかメンバーさん多いと思うけど深夜まで。 なんかあんま寝れなくてみたいな方結構多いと思うんだけども夜は寝るし朝も寝るからさ昼寝もするからね <laughs>。本当とに何かまあ今でこそまあ割とねこう睡眠がちゃんと取れるようになってるからねやっぱさすがにこう起きちゃうけど起きちゃうって言ってもでもこの前起きたら1時半。 超えてたし。とかこうお仕事とかバタバタしてる時期とかだと一日休みですってなったらお昼の1時半に起きるるとするじゃん昼の1時半ぐらいに起きてでまあ夜は12時ぐらい寝てたとしてまあもうちょっと遅いかなだとしてで1時半とかに起きてご飯食べてちょっとなんかして。 でまた3時ぐらいから眠いって言って寝始めて <laughs> で6時ぐらいまで寝て <laughs> でご飯食べてでちょっとだらだらしてまた12時ぐらいから寝るみたいなやば冬眠レベル <laughs> 冬眠してるのかなみたいな感じに寝れる。 それだけそう昼間まで寝てて昼寝までしてるのに夜も普通に寝れるっていうのが不思議 <laughs> 自分もさすがに今ねそこまでねしないけどね今は8時間八時間ぐらい寝ちゃうな8時間9時間寝ちゃいますね いや無駄にしててるなって思うよねだって一日さ24時間しかなくてさ1年も365日しかないのにさそれにもかかわらず一日休みあったらほぼ寝てますってめっちゃもったいない <laughs> でもまあまあなんかこう寝れ寝れません寝、ね、寝れてなくて毎日こう。 なんか寝たいのに寝れなくて23時間しか寝れないんですとか言ったらみんな心配するでしょ <laughs> だからさーそうねあ心配そこの心配ないみんな <laughs> ちょ寝す寝すぎじゃないってとこあると思うけどまあ ね、過ぎじゃないのがなんか「はあははで終わるからね。<laughs> なんかずっと3時間とか3時間半とかの時代もあったからねそう考えたらいいよくよくこうね何とかなったなと思うけどね。 ね、寝ぎのほうが安心するよ寝るのは大事やっぱね私の場合でも寝ても寝てもいくらでも寝れちゃうタイプがかそれはそれですごい困るけどやっぱこう集中力とかも全然違うし。 高校時代、うん、眠り姫って呼ばれてた寝すぎて <laughs> 悪名 <laughs> いいにいい名前に聞こえて悪名すぎる <laughs> ちホンともうダメな <laughs> 起きれない人なんだよね <laughs> いやそれ寝てないからだよって感じだけど <laughs> でもこうたとえこう8時間寝てたとしても3時間寝てたとしてもあの ホ <laughs> 本当にそうだとしてももう眠いのはもう眠いで変わんないんだよね私はあんまね、寝顔取られないんですよね私のだって寝顔なんてかあのなんか寝申すなやつと。 <laughs> とかこう数えられるぐらいしかみんな知らないんじゃないおそらく。のの合宿寝顔、あれはもうがガチすぎる。<laughs> 本気で寝てるやつ <laughs>。本気で寝てないやつっていうのもそれもそれどうなのって感じだけど。 どんなん,うなんか結構こう移動中撮る側の方がいいかな割と移動中とかさやっぱみんな寝るんですよでも私あんま寝たくなくて寝るとむくむから私もうすんごい顔むくみやすいのだからもうこう大体さこう長距離 移動しますみたいな日ってやっぱそ,うその日に例えば全国握士会だったりとかこうイベントがね何かしらあったりするからだから眠くててもあん寝ないよようにしてるんだよねこうまあ最終的に寝ちゃうこともまああるんだけどだとしてもちょっとでも短くしようって。 って思うからだからあのー、メンバーが先に寝るあみおさん私みおさんがもうないかなもう多分ないけどもうなくなっちゃったけどみおさんが白目向いて寝てるし持ってたよ。<laughs> 取った取ったことあるよでもなくなっちゃったな何であれなくなっちゃったんだろうなくなっちゃったけど白目向いてってか白目だったか忘れたけどこう目開きながら目が大きいからさミオンさん目大きい人あるだと思うんだけどもう閉じきらないんだよね目大きい人ってだからこう開いてるのよ いいなーって思うけどねいや憧れですそんなのなんないもうばっちり目閉じますみたいな人からしたらさいいなーって思うけどでも美穂さんそれはなんか有名な話な気がするあんまだからね あんま取られない取られないし今後もそんなわけでそういう理由があるから <laughs> あんま取られることはないと思っていますさすがにあの根本さんのやつは無理だったけどねこうう夜,あ夜から朝にかけてはこう寝ませんもん無理だしさ。 誰かと <laughs> 本当に私起きてると思うよもうだ私も携帯あればもうね起きてられちゃうからう恐ろしいなってもう現代は恐ろしい携帯があればさいくらでもこう。 ね、YouTube とか見せたらさ一本例えば30分ぐらいあるやつを見たとしても30分2個見たら1時間過ぎてるわけじゃんだからもう、ね、いくらでも見れちゃうのよだから寝ないと思います寝ないように携帯見てるからツッキーの方が先に寝る うーん。あ携帯見ながら寝ちゃうねそれもあるあるだけどでもそれってあんま良くないっていうよねなんかこう寝る直前まで携帯を見るのは良くないっていうねだから私は最近はこう睡眠導入音楽みたいなのをこうダウンロードしてさそれ流してるんだけど。 あ、鈴葉も秒で寝るあ多分16期で一番秒で寝るのは鈴葉だと思う鈴葉の寝るスピード速い移動中本当とに一番だよね多分こうなんか結構まあ移動とかの時16期とか同期で座ること多いかあんまなんかこう分かんないけど でもメンバーさんの中でってやっても早いと思うかおりちゃんはね意外と起きてるよ意外と起きてるけどあの子すごい真面目だからさこっちもメール書いてるのかな多分そらくこうだずっと文字打ってるメールだろうなと思うけど あんまさこうなんか人の携帯さ「何やってんの?」とかさできないじゃん <laughs> でもかおりちゃんはなんか多分おそらくいつもメール書いてるんだろうなーって思う。でそしたらこうなんか静かにこう寝てる。 いや結構みんなねやっぱ寝ますよこう移動中は移動中こうだから私みたいに「寝ません」みたいな人のほうが結構珍しい私も寝るけどねでもこう寝ちゃうけどねやっぱこう善悪とかの時だと朝早いから飛行機とか一番寝たくないのこうやっぱ気圧で一番顔がこうなるの。 こうなるから上に行ったら上に行ったらこうなっちゃうわけよだからそんな時に寝たくないのもう戻り悪くなるからでもやっぱこうね寝ちゃってんだよねわかるもうなんかこう自分で鏡見てなくてもあ「あっやばいやばいやばい」ってわかるこう。 多分私が本当にめっちゃむくみやすいんだと思う顔のここがすごい変わる。だって私こう朝と今でも全然違うから寝て起きた時のこう顔のこの辺の重みとかもう全然違うからめっちゃ重いんですよね。 乗り場に寝るのめっちゃいいよね気圧で変わるよ面白いぐらいにこう <laughs> あ、自分の顔だからねそれはあると思うやっぱ自分の顔は自分が一番よく見てるからさちょっとしたことでもさまあ、気になるじゃんこう自分の顔ずっと一生見てるからさまあ、一生見てるっていうか <laughs> 人の顔よりも自分の顔の方が見る ことが多いからさやっぱこう生きてる限りね。だから、うん、ちょっと気になる過剰になっちゃうね。 今日コンディション悪いって思ってもこうメンバーとかに聞いてみたら「いや大丈夫だよ」って言われたりとかするし逆もしっかりなんかメンバーが例えば今日「今日全然うまくいかないメイクうまくいかなかった」っいつもどりかわいいけどなぁみたいな <laughs> 思うから。 わかる気に抜いた自分の顔ってさ見れないんだよねだからこう,そう見れなかったけど何でももう撮られる時代になったから AKB に入って。わかるけどねあ 丸側じゃないんだよ私なんかこうこうなんかちょっと将棋のコーンを逆にしてるのなん,かなんていうのこう,こういう形こういう形しとるの頭,頭顔の形がだからこうむくんだらここここ,ここが出てきちゃうからあ丸いんだよねうんいつでも回ってるからね ーームベース逆コマ、逆、マあれ今日はさ別に何も言わないからさバイバーイ <laughs> あ戻ってきたあこれさ分かったわ私こう光つけてるからさここに来ちゃうんだな楽しいかいそこは。 映るかな。君映ったら。映、映、映。映、映、映ります。そこそこ危ないよ。そこ。なんか、丸だよ <laughs>。友達来たわ、友達。こう、多分さ、こう、ライト、こう、やっちゃってるからさ、光のところにさ。集まっちゃうからさ。来るんだろうな。 めめ目乾いたわピーチなんかずっと私の携帯さあ徘徊してんだけどちょっとそんなに楽しいかい <laughs> すごい気になるけどでも別にもうあの私共存してくって昨日さあ,あの決めたから。 気になるこうカメラのとこに来そうで来ないのがすごい <laughs> あの今日さその話してからさすごい気になるなちょっとちょっとちょっと君あの別にいていいからさちょっと別のとこ飛んでてくんないかなあの <laughs> カメラ塞えたら本当にあ <laughs> あ <laughs> あの、今日さ、学校にもさこうね、階段上り下りしてたらさああ、ああ、あ来ないんかいあのちょっと一回ライト消してみますね多分これで来ちゃってるんだわそっちじゃないよだからいて こう張り付いてて、うん、ごめんめんっちゃ気になっちゃうわ <laughs> で,あで共存する共存するって思いながらこう別に何も動きもしないし飛びもしなかったからこうなんかちょっと壁に貼り付いてたからちょっとこう遠巻きに歩いててでもあそこねやっぱ階段登るように何回もするから何回もしてたのよ。 何回もしてるとさ人によってはさ壁際を伝ってねこう降りてくる人もいるわけよ。じゃあそれに気付かずにさこう壁際を伝って歩いてる人がいてさ「危ない危ない危ない!」って思いながら。 でもギリギリになったらやっぱ気付くからささすがに「もういるわ」みたいになってさあよかったって思ってねその子の行く先気になりますね <laughs> ろうそく立てない <laughs> 私が光消したからろうそく立ててくれたのかなうん <laughs> 季節季節夏だよ 今日とかもさめっちゃじジじじジジジジ言っててさわあれいつからこんなじいじ言うようになったんと思ってこれセミかと思ってでもなんかこうミンミンゼミとかまだいないじゃんでもこうなんかジーって言ってるやつもうあれもセミセミ泣いてる やっぱ泣いてるよね今日こう歩いてたらさ木のところで急になんか音めっちゃ爆音になってさ「えー!」と思ったらそこにいたからさいたんだろうなってなんかこうやっぱどうかしてるかわかんないけど絶対この木にいるなっていうぐらいの爆音がしたからいるな。 同じ色夏って感じでもこの湿度の高さよ夏が来たのに雨は降るわあでも今日降んなかったあれ今日降ったっけあセミいるよって言ってるママがあそうだ こののベランダ網にセミが <laughs> 私見てないんだけどママがパッて見た時に「あれ網戸にセミいる」ってて私の家庭は虫と共存してまあでもまあね虫来やすい場所なんですねこうしょうがないうちの家の周りは虫が来ちゃう。 毎年見ますよベランダにねやっぱこうセミの命は短いですからねいますね当たってくるこう窓にバンって「かなんか鳴った!」って思ったら大体セミがこう「って「頑張れ!」って思うけどねそう自然がねいっぱいあるカブトムシはいないかなカブ 見たことないないでもカブトムシいるかどうかなんてさこうセミみたいに鳴かないから分かんなくないこう飛んだりもしないからさ <noise> 抜け殻ね茶色いやつねなんか小学生あるあるだよねなんか厚めまではしなかったけど。 触ってたな、おそらくな、こう小学生保育園とかの時はさ、いや今はもう絶対触れないよ。 なんかさ、まあ、今は見かけないんだけど昔こう小学校のね、通学路ですごいある一定の時期って、まあ、春春にめっちゃミミズが出る道があってでなんでこんな虫の話してんだろう虫嫌いな人ほんにごめんさっさと終わらせるねこうあのめっちゃミミズが出る道があって。 そのことを勝手にミミズロードって呼んでたなんかほんとにもうすんごいもうなんか気にならないぐらいでんかこう「てんてんてん」っているぐらいならまだわかるじゃんでもなんかこうこういかないと <laughs> いけないもう、ま、もうミミズロード本当も下向いて歩かないと絶対に踏むもう,なんかこう一歩踏まなくても二歩目で踏むみたいなレベルに。 ミミズががいる道があって今はね全然いなくなっちゃったんだけどそうでアリさんがねこう運んでるわけでだからこうそこにいるミミズもいればこうアリさんたちが運んでるからこうなぜももう <laughs> 大変だったなほんとあでもザリガニ釣りとかしてたよ多分私。 保育園なんかなんか時してた気するなママ虫私よりは全然平気私がダメすぎてほんとに多分みんなもびっくりするレベルでミミズがいる道があった。 虫平気じゃないよダメだよだ全然得意じゃないし,し幼虫とかもう全然ダメだけどでもこうね最近はこうヤッホーってできるぐらいにはなったかなザリガニってなんか私何な,なんだっけこう裂けるチーズみたいなやつですさ いや、酒類チーズじゃないけど干物みたいなやつでつルメつルメかなんかとってた気がするな池の水ねあれすごいよねツッキー出るよねこう日曜日かな なんか予告見たらすんごいなんかこうやばい亀みたいなのがいたよなんか熱森にいそうな熱 <laughs> 森にいそうな何かかみつき亀ああいるじゃん熱盛にかみつき亀そうなもうなんか血の中でさ熱森の亀熱 <laughs> 森の世界でしか見たことがない亀だったから 実際に生きてる熱りの亀カミツキガメなんだっけさすがにいなくなったからライトつけるね見てびっくりじゃんでもなんかライトつけたほうがさなんかすごいオレンジじゃないなんか <laughs> でもないと暗いあっ言うとりじゃんあやっぱカミツキっていうぐらいだからか。 今日またやってきちゃうかもしれないからなしでいくわ外来種ね何でもあった方がいいって言ってるえー、じゃあこうまたじゃあ来たら消すわ別にしよう待ってまぶしい。 しかもさカミツキガメもこうなんかもう泥を覆っててさいやそんな泥の中にいて苦しくないんかって思うよねでも大家さんとかさこうねレギュラーメンバーさんだからさ何回も行き入ってるって思うとさめっちゃすごいなって思うよねあれはさこう 簡単になんか自分の中でこう殻を割らないとできないじゃんあんな,なんかあんなさなんていうのもう泥みたいな中にこううん残高残高こう行くなんてさまあためらうじゃん普通はすごいよ本当にうん無理な人もいっぱいいると思って。 めっちゃ怖いもんだって海入れないんだもん <laughs> <laughs> 海入れなかったらさそのなんか池の水で行ってるこうなんていうの何あれは場所もっと危険な場所でしょ池か。<laughs> って思うから。 池にサメいないけどなんていうのそう,そういうのよりももっとなんかこうやっぱ海は海でまあやっぱこう安全なところでちゃんと仕切られてるけどそれでも私はもう万が一のことを考えてサメがこう突き破って出てきたらどうしようとか思って入れないからそれすらもないわけよそのなんていうの安全保障がないってところに。の だってさもう何が起こるかわかんないんだよんとすごいよジェットコースターはめっちゃ好き、うん、なんかここなんかビビリビビリだからさここまで来るとジェットコースターもねうん あでもこの大学の友達が驚かれた「え乗れるんだ」みたいな「あ、乗れない乗れないようにやっぱ見えるんだ」こう結構なんか乗れるように見えないっぽいんだけどちょっと大学の友達だけに限らずね乗れる全然あフリーホールって真下に落ちるやつそれだけちょっと苦手だなちょっと苦手だけどでもあのちょっと攻略し始めたから好き USJ のジョーズは1回だけ乗ったことがあるかもしれないあの小五の時に1回だけ USJ にいたことがあってその時に乗ったかもしれないけどなぜ何せ10年前のことなので全然覚えてないっていうバンジージャンプはないや怖いよだって。 もうだから私もこう安全私でもこう安全ですからねみたいなやつの方がむしろ怖いかもでもそのことやったらジェットコースターもなってなっちゃうからなジェットコースターはまだ囲まれてるじゃんだから怖くないのでもこうバンジージャンプとかとなると命綱しかないじゃんで、あとははいどうぞご自由にお飛びくださいみたいな感じだから それなら池の方がいいいよね <laughs> いやでもな、ね、池もない,いやもうどっこいどっこいに怖いわあれはどっちどっちを選べって言われても私も,もう選べないよみんなはどっちバンジーかバンジーはそれもうもう うん何だろうまあ、うんまあ、バンジーかなんだっけそう池の水でを掘るこれ抜くみんなどっちなんだこれ絶対人によるよね投票だね楽しく投票にしようこんな怖いことを楽しく投票に変えてしまうえー、じゃあ1えー どっちか選ばなきゃいけなかったらどっちにするか一バンジーに池の水よし投票スタート 1! バンジーに池の水え、待って池の方が多い一バンジーに池あれこれやり、やりたいならだっけどっちか選ばなきゃいけないならか、うん やりたい方どっちも大事な人もんどっちも入れてあいるよねバンジー逆にしたいですみたいなうちのママの若い時みたいなねうんいるよね ナー,ーがどっちやるか、違う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 ,違う <laughs> なんでなんでなんで <laughs> <laughs> じゃあ終わります、せーのなーみんな池の水なんだ、やっぱパンチはね怖いね、似合う、ね、そしてコメントにもあったっけど、スカイダイビングならまだ行けそうスカイダイビングはちょっと興味ある だって後ろに人いてくれるんでしょ <laughs> 道連れだぜって <laughs> そうなんていうのこう後ろについてくれる人ってこう専門のさ人だからなんかあってもさその人がなんかちょっとどうにかしてくれそうじゃん。でバンジーはこうあのー、もうなんていうか落ちたらか中ずりになってさ もうどうすればいいか分かんないってなりそういやでも池なんだ池なんだしかも六対四。まあ確かにねまあ池の水の番組を見てたらまあ確かにこうね すごいものは出てくるけど大惨事とかなんないからね。ってなこと言ったバンジーもそうだけどさ。あ逆バンジーね。逆バンジーはちょっと楽しそうだなって思うけど結局変わんないと思うんだよだって逆バンジーだってさバンジーは一回降りたらいいだけじゃん。だから逆バンジーの何が怖いかってさこう登るのもあって。 おっせこまいてたの、結局バンジーと一緒じゃない。え、一緒じゃんえ、逆バンジーって,何て。なんていうとこ、もうなんか、実質。どっちもやるぜみたいな、フルコースになってない。<laughs> フルコースじゃない。<laughs> ないいと思う、気をつけて。フルコースだよ <laughs>。逆バンジー、え。いやじゃん。 上がるのもやるし落ちなきゃいけないんだよえそれも、なんていうのえ騙だまされちゃダメだよこれみんな逆バンジーかバンジーか絶対どっちかやってくださいってっ絶対バンジーを選んだ方がいい逆バンジーなんて選んだらどっちもやんなきゃいけないんだから大変だよ <laughs> <laughs> 最初は地上だってバンジーは最初地上っていうかなんていうの 台の上それも安全だよパンチは自分かあ確かにねいやでも私はもしやらなきゃ押してもらうもうもうでなんかい息吸えなそう自分のタイミングで行けなかったら「急に突然えい!」ってあれだったらもうなんかこう心臓止まるかもしれない <laughs> 息吸うこと忘れすぎゃ嫌だな自分のタイミングでいくわ なんかこうなんかスンって行くんじゃなくてもういっそのことこう「ヘイ!」ってやって飛びたい <laughs> ちょっとこう <laughs> こう行ったらそれこそ怖いけどなんかこう行きたい <laughs> ちょっとやんないよいや本当にやりたくないよ お化け屋敷とバンジーお化け屋敷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 だったら仲良くなる仲良くなればもうこっちのも,んもうみんな友達にして出てく入り口入って1匹ずつこう友達になってって出口に出る子には友達が増えた素敵な場所」ってして出てくる。 からっとお化け屋敷がいいでもあんまちゃんとまともにお化け屋敷入ったことないか分かんないえ、藤井家のやつ絶対怖いよね藤井家のやつ絶対やばいよね肝試しがなんだかんだ一番怖いと思うわなんかこうお化け屋敷は。 フィ,クションフィクションが作り物だからまあ飼ってるじゃんでももうこう肝試しってなっちゃうとちょっとまた違うノンフィクションの世界だから怖いんお化け屋敷のお化けさん取材されてたよ前テレビに <laughs> こうコロナのやつの中で注目を集められて。 だからねま、だフィクションはいけるよねフィクションはいけるけどノンフィクションはちょっとまあそれみんなもそうだと思うけどあやば1時間経ってた11時になっちゃうめっちゃ喋ったねめっちゃ喋ったので終わります <laughs> めっちゃ喋ったので終わります明日はえっ、ー、と何時かだっけっみんなの方が詳しそう6時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 多分六時だなあれ違う5時半あれ6時あれ6時あれ六六時だな絶対6時だ6時だ六時六時にかけた私は6時からえっとショールームであちょっと違った <laughs> 5時よ。六時みたいなもんだな 口寝たらでもみんなそんなこと言ってたら私がこう6時って言ってたら6時に来ちゃうから50分ってちゃんと言っとこう5時50分5時50分ねみんな5時50分みんなちゃんと集合してね10分前10分前集合だよみんな <laughs> 10分。 10分前主語明日見られ頑張れそれは大事な自分のねこうね優先すべきことを一番に優先していただいて10分前行動ですよああで結構長かったな確かあそんなことないなんか。 スケジュール見て結構がっつり公演するんだなと思ったからね結構長く実況すると思います。八時前ぐらいまでなのかな。うんだ一時間ちょろっとで終わるやつじゃないっぽいのでちょっとどんな感じなのか私もすごく楽しみにしつつ。 ね、こう瀬取りがどう変わってくるのかとかね瀬取りは一緒なのかとか明かされていないところも多いと思うので私もこうあえてズッキーに聞いてないのでズッキーのいちファンとして参戦したいと思う。<laughs> ズッキーの。 ねリボンでも身につけて <laughs> ちょっと嘘ついたかもリボンは身につけずあの普通にねこう皆さんのメンバーさんのアイルのメンバーさん5六 6, 6 5, 5ちょっと待って人数分かんないよあんまり5人かなちょっと待って人数違った怖い5人6人五 の皆さんのことを応援したいと思います。五人か。ということで、えー、明日は皆さん私と一緒に楽しみましょう。 もう全然私さこう、実況配信とかやったことないからさ要領わかんないんだけどこう普通にみんな楽しんでなんか「バーみたいな感じかな私さこう何て言うのライブとか見るときさもうめっちゃ真剣に見ちゃうような人なのこうなんなら真顔で見るタイプこう、それはさこう、ゆきりんさんの YouTube でさダメだよって言われたからさいや気をつけなきゃ気をつけなきゃって思うんだけどこう真剣に真顔で見ちゃうタイプだから。 気をつけよう。もう真顔に。ならない？ゆきりんさんのこう。教えを活かして明日はね？ねやりたいと思います。皆さんもよかったらコメント欄で一緒に参加してみてください。 でもなんかやっぱさこう人間い,いっぺんに何度のこともねできないわけよ。喋 <laughs> って見て理解してみたいなこう聖徳太子じゃないかさねだからまあちょっと,ちょっとこういつものショルムよりは静かになっちゃうかもしれないけどまあでもこう見てる姿を見てもらうっていうのもねレアだと思うので新鮮な気持ちで。 あたかもナーミンの隣にいるのはあの皆さんみたいな <laughs> ちょっとわかんねえや <laughs> 何言ってんのか分かわかんない終わりますなのでぜひ見に来てくださいギフト読みます <laughs> 締め方締め方やばくない今の <laughs> はい読みます くれ、えー、さん、しょうたんさん、ぽんけさん、りーまるーさん、オーバーレブのまー君んん、えー、くんさん、クワちゃん、のみおくんさん、とみちゃさん、むーとんさん、そしてキャットいっぱいしゃべるナミンがしきさん、とみちゃさん、パピアットゆりなー、ラブリューさん、しょういちさん、えー、コージキーさん、ナみんも大好きな、な、も <laughs> どどどもさん <laughs>、もだと、えー、レッティーサポさん、たくまさん。次、集まりデビュー、でィップイパクテンセンジ1 a k b さん、おめでとう。 みつき亀りまるさんくアちゃんジェフさんあつさん玉龍さんのぼちゃんチョコミントリスさんえなみだすけまとさんさとみちひろさんじゃがビアと今日の天国は休日天子様がここにいますえー、そう日本は休日えっ、ー、と あっマネケビグさんあ,ありがとう私何もこの話触れなかったねやばでもこれだけだからもうそれ以上もそれ以下もないんだ <laughs> <laughs> シンディーさんレイティー,ー,ーんさんまだ大介くん佐ここコきキっッ広島さんソソソシーさん読み方が合ってるのかなえなおゆきさん星がいっぱいださんホックンあっと 劇場版ナーミンのソロをナーオン様がナーオンがご配信褒めたええー、あナナさん誰かが言ってくれたのかなナナさん歌わせていただいた嬉しい恐縮です非常にえナーミンが大好きなしんくん流しそうめんさん眠りの神奈川ナーミン姫が大好きな赤羽豊斎団さん上村さん えー、ちャンちゃんとメグさんレンジャー、黄緑さん、ショートさん、メチレンマロンさん、スーパーのぞみ2号さん、明日は17時50分にショールームに集合なさん、集合だよ。シューあった野菜ダンスさん、キュちゃんさん、あと明日は10分前集合了解さん、頼んだ。ジュンちゃんとナーミンスポーツ何が得意平泳ぎ。<laughs> 今日高輪ゲートウェイ駅初めておいてみた立ち話んかさめっちゃさ近未来的な駅なんだよね、えー、ずんちゃんのたもーちゃんハイ、えーはい、エースさんありがとうございますねえ小チいなくなったわ多分今日もどこかでいるんでしょう 多分ね、玄関のやつがね切れてるんだよね買えなかゃなはいそしてなんだっけあランキングえ奈々さん褒めてくださったのめっちゃもしうれう面白いじゃないよ嬉しい <laughs> ちょ感情奈 <laughs> 々さんに言っていただけるのはあのめちゃめちゃ嬉しい 今の失言中の失言だからあの違うかねあの <laughs> 嬉しいって言いたかったあのあの失言です今完全に、えー、ランキングも読みます13位あつさん12位眠れる神奈川のなーみ姫が大好きなワックアット野菜団さん11位とみちゃさん10位佐藤みちひろさん9位レフティーサポーさん8位ムートンさん ただっだたあ,あれナミンってあます。<laughs> 怪しいな六6位さしュきゃっといっぱいしゃべなみんがしきさん5位眠り目なみんは寝てる姿も美しいと思うポンケさんだいぶおしとやかになりましたけどね寝方はね4位えハッシュタグナミ,ンがナミンが好きなんだ明日はえっ、ー、と5時17時50分ショールムナリームなりさん 3位クワちゃん2位クレさんそして1位がオーバーレブのまくんさんですはいということでありがとうございました本日も配信楽しかったです夜にやるとなんかいつも以上にしゃべりすぎてしまう金曜日だからいっか金曜日だからいっか 現金、うん、遅刻しちゃうコメント欄がん見してるからねみんないるかなーって見とくね <laughs> 怖っ <laughs> ちょっとやだなちょっとそんなそんな怖いアイドルになるつもりはないけどあのコメントは見てるので皆さんぜひたくさんコメントしてください。 赤いのはもう今日をコンタクトしてしばらく経つのと今日が、えー、使用期限だからということで終わります、えー、キャッチフレーズをしますあなたのハートを吸引したいいつも全力ーなーみーんあ震えてるガクガクブルブルあそんななんか 脅すつもりはなかったんだよみんなそんなあーそれもあるかもうそう鉄拳さんのね YouTube あの、うん、涙止まらないこれはもう何ていうのこう人知れずな場所で見た方がいいこうあのわかんないあのすごい感動する涙が出る出ないはまあそれは個人差あると思うけど一人静かな場所で是非見てみてください泣けます はい、というわけで、えー、終わります。おやすみなさい。さようなら。バイバイ。バイバイ。